にちは、エリーです。今日は人生が劇的に変わる温活アイテムトップ5、温めるだけで生きていくのがこんなにも楽になるのか驚きます。ご自宅にある食品、おなじみの温活アイテムを上手に使うコツ、まさかの風邪や高熱にも温活、温める奇跡、ぜひご覧ください。10キロレベルで痩せる、感情のアップダウンに悩まされない、風邪が一瞬で回復する、感動レベルの体験があなたを待っています。それでは早速参りましょう。人生が劇的に変わる温活アイテムトップ5、1つ目、火を使わないお給です。温活といえばお給のイメージありますよね。私は火を使うお給も普通に好きなんですが、やはり火を使わないお給は便利です。私が使っているのは千年球の火を使わないお給太陽ですね。これシールを剥がして貼るだけで、もぐさを使った本格的なお給ができます。もう本当に超便利なんです。温活とは3種類の目的があります。1つ目は体全体を温める、2つ目は体の温度を均一にする、3つ目は熱刺激でその部分に血流を集めるです。1つ目の体全体を温めるとは、いわゆる体温を上げていくことです。寒い時期の冷え、体温が35度台という方、温活してください。全身が寒い状態は全ての細胞の機能が低下してしまいます。つまり病気が悪化しやすい、代謝が悪い、老化しやすい、体のポテンシャルイコール能力を発揮できる環境にないということなんです。それを温めて能力を発揮しやすい環境に変えていくのが温活。これ分かりやすいですよね。2つ目の体の温度を均一化する、人間の体調不良、心の疲れ、感情のアップダウンは体の熱の偏りです。例えば寝つきが悪い、イライラする、何度も同じ心配事を繰り返す、首や肩が異常に凝る、これは上半身の熱が停滞し下半身は猛烈に冷えているという状態です。東洋医学では上熱下寒と言いますね。足を温めることで頭の熱を足まで誘導する、頭の無駄な熱は取れて涼しく、足の先までポッカポカになります。結果全身の温度が中庸イコール暑くもなく冷たくもない状態になるわけです。体が適温になるんですね。もうここが超重要ポイントです。3つ目は熱刺激でその部分に血流を集めて修復する、熱いという刺激はそれを感じたところに血液をギュッと集めます。血液には自己回復の物質が含まれています。例えば血小板や成長因子イコール細胞の成長、分裂、修復をさせるタンパク質のことですね。これが集まると傷ついたり老化した筋肉や血管、細胞が生まれ変わるということなんです。新陳代謝みたいな感じですね。お給はこの2つ目の体の温度を均一化する、3つ目の熱刺激でその部分に血流を集めて修復する、この2つが働きます。特に足のツボ、頭の熱を足に下ろし熱刺激でツボに血流を集めます。ツボは内臓とつながる気の道のターミナル駅みたいな感じです。ここに当てると内臓機能の修復もできちゃいます。おすすめの足のツボ3つ紹介します。1つ目は足三里です。膝のくぼみから指4本分外側です。足三里といえば消化器官ですよね。胃、膵臓、腸です。養生の基本中の基本の消化器官の場所ですね。ちなみにツボはアバウトで大丈夫です。このあたりのコリコリしているところ、押していた気持ちいいところに貼りましょう。2つ目は三陰交、内くるぶしから指4本分上のところですね。女子全員とりあえずここ、内臓につながる道が集結している場所です。骨盤へダイレクトに熱を届け、生理痛、更年期、冷え、皮下脂肪改善を促します。3つ目は結界ですね。膝の上のお皿の内側から指3本分上のところです。このあたり押さえて痛い方、血液がドロッとしているかもしれません。生理痛、PMS、イライラ、特に血液のトラブルが多い方、揚げ物やお肉が好きな方、ここを温めるといい感じで血液が巡っていきます。あちちちち、辛いと思ったらすぐに外してくださいね。チリチリっとした熱さだけで十分な刺激になっていますからね。私、火を使うお灸も好きなんですが、扱い方が簡単とは言えません。ですが火を使うお灸も一応やり方を説明しておきます。用意するものは火を使うお灸、ライター、
水を入れたコップです。シールを取って指に貼ります。ライターで火をつけて壺に貼ります。あちちちちっとなったら外しましょう。お灸は我慢大会じゃないので、あちちちちっとなったら十分な刺激が伝わっています。火が消えたまたは熱すぎたという場合は、水を入れたコップに入れて消火します。水を捨ててティッシュにくるんで捨てましょう。火を使うお灸は煙と匂いが強めなんですよね。嫌な匂いではないので、お好きな方はやられるといいと思います。火を使わないお灸対応は服の下でも使えます。小さいので外出に持って行って、足が冷えたり緊張しそうな時に三陰交に貼ったりするといいですね。ぜひ足を温めて頭もすっきり内臓もすっきり動かしていきましょう。人生が変わる温活アイテムトップ52つ目、小豆カイロです。私の人生を根底から覆してくれた温活アイテムですね。温めると痩せる、心が安定して暴飲暴食が止まる、小豆カイロはそれを実感させてくれました。これはこの三日月のような形の中に小豆が入っています。これを半分に折ってレンジでチンするとほっかほかになります。これあったかいので当ててみます。よいしょ。いや本当にマジ最高肩の筋肉の緊張が一気に取れる感じですよね。もう冷え切った冬にはもう一瞬で温熱チャージみたいな感じ。温活の一つ目の目的、体全体を温める、このスイッチが劇的に入ります。いやもうめっちゃあったかいんですよ。また首の後ろには大椎と風門というツボがあります。大椎は自律神経が整うツボとしても有名で、首を曲げてこうボコッとしたここの骨のすぐ下にあります。ここ大椎です。風門は風の門と書くように、風邪やあらゆる病原イコール外邪はこの風門から入ると言われています。ここを小豆カイロで温めて防御力を上げるって感じですね。いやほんと気持ちいいんだよね。また小豆カイロ下腹部に当ててみましょう。生理痛、PMS、不妊、婦人科系の不調、便秘、お腹のトラブルの方、ここです。生理痛、PMS など生理前になると体調を崩すという方、生理前の2週間くらい毎日10分間小豆カイロで下腹部温めてください。翌月の生理がめちゃくちゃ軽くなります。もともと私も骨盤冷え冷えの生理痛タイプだったんですけど、血液がサラッサラになって生理不順もなくなるし、今では毎月快適に過ごせています。もうこれはねアメージングレベル。温活の3つ目の目的、熱刺激でその部分に血流を集め修復させる、この働きですね。さらにお腹から下、下半身を温めることは温活の2つ目の目的、体の温度を均一にする、これが出てきます。頭のうるささ、イライラ、心配事、後悔、全部脳の熱です。リラックスしたい時や落ち着きたい時、下腹部や足に小豆カイロを乗せるのはめちゃくちゃいいですよ。足に小豆カイロを使う方法は2つです。足の甲に乗せるか足の下に敷く感じですね。足の甲は足の指や足首にフィットします。足先まで温かさが届きますね。足裏は体育座りになって小豆カイロをちょっと踏むような感じです。少しお行儀悪いように見えますが、もうこれほんとアメージングレベルで温まります。足の裏には2つのツボがあります。有線と湿民ですね。有線は母子球の内側のくぼみ、命のパワーが溢れてくるところです。湿民はかかとの中央部にあり、寝つきを良くするツボです。つまり寝る前にここを温めると睡眠中の回復力がものすごく上がるということです。足先なので頭の熱もシューッと降りてくる、心配事が減ってこれまた寝つきが良くなるということなんです。睡眠中は成長ホルモンイコールアンチエイジング、細胞修復ホルモン、痩せホルモンが出る時間です。熟睡度合いで分泌量は劇的に上がるので、やっぱりぐっすり眠りたいですよね。よく冬場は足先が冷えて眠れないという方いらっしゃいますか？これは単に足が冷えて凍えて眠れないというのではありません。体の熱の流れが上部に偏っていて脳が冴えてしまっているということもあるんです。またお家に湯船がない、湯船に浸からずシャワーで過ごすことが多い方、
夜に小豆カイロ足に使いましょう。足をしっかり温める足湯は全身湯船に入る8割くらいのパワーを持っていると言われています。シャワーだけの日は小豆カイロで足を温める、確実に翌日の疲労回復度変わっていると思います。そしてエリーのオリジナル小豆カイロムーンオーブ発売いたしました。いやもうほんと大変お待たせして申し訳ございません。ついに発売です。月の形をしていて暖かさで癒す、そのまんまの名前ムーンオーブですね。部屋に馴染むカラーで大きさと重さにこだわっています。結構大きいんですよ。肩の筋肉を覆いかぶしてくれるような大きさですね。肩にかけるとなんだか後ろから抱きしめてくれているように暖かい。お腹に当てるときは呼吸を落ち着ける重さを重視しています。足は両足をしっかり包み込める大きさですね。普通のカイロと小豆カイロの違いは寒熱か温熱かですね。寒熱は体表面を温めるのに対し、温熱は蒸気プラス温かさで体の芯まで温めます。小豆は魔除けにも使われる神聖な植物です。昔から小豆を使って邪気や寒さを取っていたってロマンありますよね。箱にもこだわっていて、小豆カイロを大切にしまえる空間をご用意しました。この小豆カイロ、箱も含めて試作を何回も繰り返したので結構大変だったんですが、最高のものできたと思います。ぜひ小豆カイロを皆様の温活ライフにお役立てください。人生が劇的に変わる温活トップ5、3つ目、レッグウォーマーです。これも温活アイテムとしておなじみですよね。足首を温めるとめちゃくちゃいいことがあります。足首は骨盤とダイレクトにつながっていて、先ほどの三陰交のツボもありますよね。骨盤の冷えイコール生理痛、不妊、更年期症状、下腹部の皮下脂肪とあらゆる悩みの根っこになっていることが多いんです。呼吸や小豆カイロで温めるのも必要ですが、もともと冷やさないというのも重要なポイントです。私はレッグウォーマー2種類使っていて、寒い日にはまるでこたつレッグウォーマー使ってます。もうこれも買い替えた方がいいんじゃないかぐらい年季が入っていますが、これめっちゃあったかいです。2つ目はグンゼのサブリナ絹合わせショート丈レッグウォーマーですね。これ外側が綿で内側が絹になっています。すっごい肌触りが良くて通気性が最高です。しかもあったかい、短いのも使いやすいですよね。秋口から春先まで活躍してくれるアイテムです。レッグウォーマーと靴下どっちと思われる方いらっしゃると思います。家で使うならレッグウォーマーおすすめですね。特に夜、お風呂から上がった後です。お風呂から上がった後、寝るまでに時間があると体が冷えすぎてしまいます。かといって保温しまくると体に熱を持って眠りにくくなります。お風呂に入った後は一度体温がぐっと上がって足の裏や足の甲から熱を排出します。その排出して体が冷えるタイミングで眠りにつくということなんですね。この熱の出口である足の裏、足の甲を塞がずに保温してくれるのがレッグウォーマーです。綿や絹の天然素材の靴下でもいいんですが、熱を放出しながらの保温はレッグウォーマーがめちゃくちゃ心地いいです。お風呂から上がったら裸足にレッグウォーマー。温活の2つ目の目的、体の熱を均一化するに役立ちます。ぜひ参考になさってください。人生が劇的に変わる温活トップ5、4つ目、おかか生姜です。いよいよ内側から温める温活も登場です。おかか生姜、皆さん知っていますか？体が内側から外側までじわーっと温まるご飯のお供です。私は毎日の献立をインスタにアップしていますが、そこにも 7,8 割の確率で登場します。夕食で小皿に添えて玄米にのせたり納豆に混ぜたりして食べています。レシピはこちらです。みじん切りの生姜、だし粉、みりん、醤油、水、かつおだしパックですね。フードチョッパーでみじん切りにした生姜を20分くらい水にさらします。さらさないとちょっと辛みが強すぎるので必ずさらしておきましょう。生姜の有効成分はまだしっかりあるので大丈夫です。鍋に水、醤油、みりん、だし粉を入れて煮詰めます。最後にかつお節をあえて完成です。注意点としては砂糖や人工甘味料を使わないことです。これらは体を冷やしてしまう要素になるので甘みはみりんがおすすめですよ。
ここに小エビ、桜エビやオキアミを入れてもいいですね。エビは体を温める代表的な食材です。おかか生姜もコクが出て美味しくなります。もうほんとおかか生姜は私の YouTube やインスタでも大人気なんですよね。作っていらっしゃる方本当にたくさんいらっしゃいます。おむすびに混ぜたり納豆に入れて食べるのが本当に美味しいです。このおかか生姜はなぜ毎日食べているのかというと、温活のためです。生姜自体が体が温まる、東洋医学では温性にあたる食材ですね。さらに加熱した生姜は内臓にある熱を水分とともに肌表面まで押し上げてくれる働きがあります。下表と言いますね。肌が乾燥している時ってだいたい肌表面は冷えている。潤いを内側から届けるのは気イコール熱の力なんですね。加熱した生姜は潤いを熱に乗っけて肌表面まで押し出してくれる、潤うんです。めちゃくちゃ美肌ですね。温活の目的としては1つ目の体全体を温める、2つ目の体の温度を均一化する、体の内側と外側の温度を均一にしていく、そんなイメージですね。さらに加熱生姜は毛細血管もぐんと広げてくれます。手足や足先の冷えにめちゃくちゃいいんです。外側から温めるのも温活ですが、内側から温める温活ぜひ加えてみてください。とにかくおかか生姜は美味しいので一度作っていただけると嬉しいです。人生が劇的に変わる温活トップ5、5つ目、第一大根湯です。はい、このチャンネルではおなじみの第一大根湯ですね。この作り方は日本人全員覚えてください。第一大根湯があなたの体調を劇的に回復させます。まずはレシピです。大根おろし、生姜おろし、醤油をお湯または三年番茶で割ったものですね。まあなんと簡単なものでしょうか。多分冷蔵庫に生姜と大根ってありますよね。醤油ないお家もなさそうですし、まあ三年番じゃなくてもお湯でいきますからね。第一大根湯は温度がものすごく重要なので、ふうふう言いながら熱々の状態で召し上がってください。味的にはお味噌汁の薄い版、天ぷらの天つゆに似た感じですね。第一大根湯は体を爆発発散させるエネルギーを持っています。もう熱を発生してババーンと蹴散らすみたいな感じですね。内臓脂肪や油ぎっしゅの食事に第一大根湯いいですよといつも言っているのは、この爆発発散の力で老廃物を蹴散らすからです。この爆発発散蹴散らしパワーはあらゆるところで使えます。その最たるものが風邪気味、高熱。さあ第一大根湯を飲みましょう。ゾクッときたら葛根湯と聞きますよね。これもいいんですが、この動画をご覧いただいた方はゾクッときても発熱しても第一大根湯と覚えておいてください。風邪のごくごく初期症状だったら葛根湯でも、半日も過ぎれば葛根湯が効かない域まで風邪が悪化してしまうことがあります。朝にゾクッとして帰る時には高熱38度みたいな、この朝のゾクって段階で葛根湯はありです。ゾクッとした初期症状も高熱が出た後も有無を言わさず第一大根湯飲んでみましょう。熱々の状態で飲んだら布団をかぶって汗を出します。なんなら小豆カイロを布団の中に入れて抱きしめて汗出してもいいですよ。第一大根湯は内側からの熱を出して汗に乗せて風邪を追い出します。これは昔から日本で使われている民間療法のようなものです。私は市販の薬を飲むよりもずっと効き目が高いと実感しているので、風邪をひいた時はほぼこの方法で治しています。だいたい高熱が出た時も第一大根湯を飲んで小豆カイロを抱いて布団をかぶって汗を出しながら寝ると、翌日ケロッとしていることが多いんですよね。高熱って結構ビビりますが、高熱は体の殺菌中なので熱を出し切ってあげるのが早めに治すコツです。頭に熱がこもりすぎないように冷えピタを貼ってもいいと思います。ただ熱は冷やして下げるのではなく出し切ってあげる、第一大根湯はまさしくその役割ですね。病気に使える温活です。第一大根湯は効き目がすごいのに副作用がありません。大根と生姜と醤油、まあ全部食べ物なので当たり前って言ったら当たり前なんですが、ここが安心安全なポイントなんですよね。風邪の初期でも第一大根湯は安全なので、
ちょっとゾクッとするな、そんな時も大豆大根糖で体を温めてあげてください。病気を押し出す力引き出してあげましょう。ぜひ参考になさってください。はい、いかがだったでしょうか。人生が劇的に変わる温活トップ5、今日の内容おさらいしていきます。一つ目は火を使わないお灸太陽。足のツボに使うと脳の熱が下がり、下半身の熱を通して内臓機能が上がります。足三里、三陰交、結界のツボがおすすめです。2つ目は小豆カイロ。温活のスペシャリスト、レンジでチンするだけ。これ一つで温活のすべてが叶います。エリーのオリジナル小豆カイロムーンウォーム発売しております。ぜひチェックしてみてください。3つ目はレッグウォーマー。お風呂上がりは素足にレッグウォーマー。足の裏から放熱、これがぐっすり熟睡する鍵ですね。4つ目はおかか生姜。内臓から肌表面に熱と潤いを届けます。とにかく美味しいので一度作ってみてください。5つ目は第一大根糖。内臓脂肪だけじゃなく爆発発散ケチらしパワーで風邪やウイルスも追い出します。ゾクッとしても高熱が出ても第一大根糖、ぜひ覚えておいてください。このチャンネルではこれからも体の機能回復をさせるダイエット、東洋医学の養生を使ったダイエット方法や美容整体のマッサージやストレッチについてご紹介していきます。チャンネル登録がまだの方はぜひよろしくお願いします。私がお伝えしている養生ダイエットは自然痩せ力という本でも詳しく解説しています。イラスト入りで可愛いです。とても読みやすい本だと思います。また各種 SNS ではエリーの食事や東洋医学の裏話もお話ししています。また YouTube メンバーシップでは毎週質問ライブを開いています。皆さんの養生生活のサポートにぜひご活用ください。エリーのオリジナルブランドキレイではダイエットに使えるアイテムも揃えています。エリーのオリジナルカイロムーンウォーム、こちらで販売しています。すべて概要欄にリンクが貼ってありますのでぜひチェックしてみてくださいね。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。エリーでした。小豆カイロめっちゃいいね。いいでしょ。なんか毎晩使ってるよね。うん、どこに使うのが好き？肩かな。肩に置くとパワーチャージって感じなんてするんだよね。そうだよね、フルパワーチャージするよね。する、まあ、リラックスして気がふんとこう巡っていくような感じするよね。そう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 。あとね、小豆の香りが結構好きね。あ、確かに香りで癒すっていうのもあるかもしれない。いや、喜んでもらってよかったよ。